願いします。カットしてください、聞いてください。井出でございます。高いところからで、僭越ではございますが、建築主、まあ、建築主であることはあるんですけど、まあ、事業主としてですね、事業主として一言ご挨拶させていただきます。本日はですね、ご多忙中にもかかわらず、メッセスベンツジャパン新垣副社長様、それから、IOE 日生同和損害保険沖部長様、東京会長日動火災保険、木村部長様をはじめとするですね、多数の、ご来賓の皆様にご列席いただき、ここに柳瀬オートシステムズ三里事業所のですね、開所式を無事迎えることができ誠に光栄だと存じております。改めまして、厚く御礼申し上げます。さてこの三里事業所ですけど、実はですね、ここにこの事業所は、まあ、統合した事業所でありまして、埼玉の戸田にありました BP センター戸田、それとですね、北関東のそのアフター向けの部品を取り扱ってます北関東エリアセンター、それとですね、千葉の稲毛にありました、千葉エリアセンター、この3つの事業をここに統合しまして、それぞれですね、BP センター三里、それと首都圏第二エリアセンターと、新たな名前を付けまして、今後ですね、北関東4県それと千葉、まあ、合わせて5県を対象にしてですね、ボディ修理とですねアフター向けの部品販売、これの事業を継承していきます。柳瀬オートシステムオートシステムズはですね、全国で今10カ所に BP センターを持ってます。10カ所の BP センターと、5カ所のエリアセンター、これらをハブにしてですね、輸入車の事故車の修理、それとアフター向けの部品の販売と、これのサービスネットワークを築いてきております。ここに新たに、まあ、三里の事業所が加わることになりますんで、今後ますます、充実したサービスを提供できるんではないかと、そのように自負しております。近年ですね、ご存知のように燃費の改善のために車がどんどん軽くなってます。それに伴って、ボディの修理というのは非常に難しくなってきております。強度の優れた高張力板、それとですね軽いアルミとアルミフレームと、これが非常にその車に多く使われるようになりまして、鋼板の接着とかですねアルミの溶接、これには相当難度の高い技術が必要とされております。幸いにもですね、この三里事業所、BP センター三里、最新鋭の設備とですね、それから、経験ある優秀な技術者が揃っておりますので、この難度の高い作業もですね、しっかりやることが やってですね、お客の皆さんに満足していただけるものと、そのように信じております。一方部品の方はですね、皆さんもご存知のように今世界的な潮流になっている、私はダブルエコって言ってるんですけど、最初のエコはエコロジー環境、2番目のエコはですねエコノミーと燃費、要するに環境に優しくて燃費がいい車、それでダウンサイジングという小型化が世界の大きな流れとなっておりまして、欧州のプレミアムメーカーもですね、今やちっちゃい車から大きい車で全部揃えているフルラインの乗用車メーカーと、そういう形で市場に車種が増えてます。で、車種が増えてますと当然部品もですね、
増えてきていると。そういう中でですね、やはりその部品の選別とかですね、在庫、それから、納入ですね、この辺をきっちり総合的に取り扱う物流体制というのが必要となっております。そういう意味でこの三郷という交通四便な地をですね、ベースにしまして、先ほど言いました5県ここへのですね、供給体制をしっかり組んでいこうと思っております。本日はですね、メーカー各社、それと損害保険各社、柳瀬ネットワークディーラーの皆様、それから協力工場の皆様、多数ここにご参集していただきましたが、私ども柳瀬としましてはですね、今まで築いてきた、協力関係をですね、ウィンウィンの関係をですね、ますます強めてですね、絆を深め、さらに要するにこのボディ BP のビジネス、部品のビジネスの発展に結びつけていきたいと、そのように思っています。そうすることによってね、さらに高い、顧客満足度 CS を向上していこうと、そのように考えております。今後ともですね、買収のご支援のほどよろしくお願いいたします。本日は、お忙しい中本当に来ていただきましてありがとうございました。重ねてお礼の言葉とともに挨拶とさせていただきます。どうもありがとうございました。